お花紙を使ってカーネーションを作ってみました。お花紙は100円ショップや文房具店などに売っています。まず半分に折ってから、それを屏風折りにしていきます。次に使うのはビニタイです。20センチぐらいの長さにカットしてください。これを半分に折って、先ほどのお花紙に通します。お花紙もぴったりと半分に折ります。ぎゅっと引っ張ったらビニタイを交差させてねじります。先の部分をジグザグに切り落としましょう。まず左右にキュッと引っ張ってから広げていきます。2枚重なっていますので、さらに広げます。指先に水のりを少しつけると開きやすくなります。浮きになるビニタイを持って花びらの部分をまっすぐに伸ばしていきます。だんだんカーネーションに見えてきました。これを一度キュッとすぼめておきます。5センチ×7センチぐらいの緑色の画用紙で額を作ります。半分に折って、それをさらに半分の半分に折ります。端を V 字型に切り落としてください。反対側も同じように切り落とします。2つ分できますので、1枚だけ使います。これに糊をつけます。スティック糊より水糊の方がきれいにできます。先ほど作った花の根元をこれでくるみます。細く縮めておいて、合わせ目が少し重なるようにくるんでください。それから根元の部分をつまんで少しねじるような感じですね。このままだとつぼみの花になります。こうして開くと咲いた花になります。
今度は葉っぱを作りましょう。先ほどと同じ大きさの緑の画用紙を縦半分に折って葉っぱの形を描きます。これを切り取って広げると葉っぱができます。ビニ体の上から 2,3 センチの部分を交差させてねじります。そこに葉っぱを挟んで葉っぱのすぐ下の部分をねじります。これで出来上がりです。何本か作って花束などにするといいでしょう。